今日もショールームやっていきたいと思います。どうもどうも。そんなにでもね、なんだろう、画質が持つかがまだ分かんないっていう からそんなに多分長くはできないと思うんですけど、画質が持つまではって感じです。混ざってる。え、もう 早くない？まだ大丈夫かなと思ったけど。こんばんは。動いたら画質悪い。マジ？じゃあちょっとあんまり動かないように。Wi-Fi を切りました。少ないギガしかないけど でもさっきよりはマシなんじゃないかな。どうでしょう。画質良くなった。そう、自分のギガ使ってます。ミサンが作ったのよ。それがこんなに。でもまだ5本しか作ってない。ほぼ同じ色 ミサンが作ってます。することないからね。止まる。嘘。マジですか。止まっちゃう。悲しい。コメントが遅い気がする。今ミサンガのコメントなんやけど まあちょっと違う時を生きてるということで、いい感じ。ありがとうございます。期限5日までやっけ。5月6日かな確か。ぜひ応募してください。頑張って作ってるので。さっきさ、なんで時間変更したかって言ったらね、いや、やばくて、ほんと家事一歩手前みたいになってて いや、全然笑い事じゃないんだけど ご飯作ってたらね もう焦って火消し活動頑張ってました。画質ピエン、うそん見えますか？心なしか今日なんか垂れ眉になってる。おーい。明日 Wi-Fi 使えるようになるんよね。いや、なんか Wi-Fi は今でも使えてるんですけど、全然なんか使ってでも、なんか、すごい、なんて言うんだろう。なんか、あんまり良くないみたいな感じ。だから、Wi-Fi はあるけど、使ってないって感じです、今は。
すごいコメント欄が遅れてる今驚いてる。待とうか待たまいか迷ってる これショールーム側とかじゃないのかな、私の環境なのかな、どっちなんやろ。わかんないけど、テレワークの影響なの？そうなの？一回リセット。見えますでしょうか？いかがですかね。一回止まると思います多分。ちょっとこの声が皆さんに聞こえてるかわかんないけど。ありがとうございます。画質良くなった。お、いいじゃないですか。よかったよかった、治ったならばかな。うん、今日化粧してるの？化粧してるよ。今日はねコンタクトはしてない、ラーガンでございます。消しの話を、うん、なんかご飯を作ってて、でこう煮ようと思って鍋でグツグツ煮てたんですよ。でちょっと席を離して戻ったら、なんか火がコンロの火がティファールに引火してて、ティファールが燃えてて、あやばーと思って、それを消化する作業をめっちゃ頑張ってました。ティファールはねもう使えなくなっちゃったっていうやつです。なんとかね、あの無事消化できました皆さんも気をつけてください、火事には。ティファール燃えるん、ティファール燃えるんですよ。私も止まるかなと思ってずっと見てたんですけど、なかなか燃えが収まらないから、これ消さなきゃダメなやつだと思って消しました。あの水道台にぶち込んで水バーってやりましたしたら消火しました。冷静ですね。まあ慌てましたけどね、さすがに。でも30分前の出来事なんで、さすがにもう落ち着いてはいます。うん、ちょっと服がねめっちゃね、なんかわかるかな、炭がめっちゃついたんでしょふふ燃えたのは取っ手ですね。なんでもう使えないからちょっとすごい悲しいですね。まだちょっとしか使ってなかったので、本当なんか私は本当に
すごい多分生活をする能力が著しく低いんだと思います、他の人より。でもちゃんとそれを自分で理解はしているんですよ。そうだからちゃんと危機感はあるんですよ、これでも。すごいね、あの私はあのなんだろう、鍋すらもに普通に煮れないのかってめっちゃ落ち込んだんですけど、ちょっとだけ。まあでもこの失敗を次に生かそうって思いました。ティファールはまあちょっと新しいやつ買おうと思います。そんな感じかなっていうことをねやってたら30分ぐらい過ぎました。前向きにね、過ぎ去ったことはもう次から気をつけます。ローケイティさん、桜タワーありがとうございます。桜タワー、私ね今書くやつがね毎秒どっか行くんよね。あった、毎秒どこかに行くんだ。あったあった。15分経過しました。今日は20何日だ ?6?5?4? 全く分かんないんだが、24、25、26ぐらいかな。今日の日付が分からん。7、ローケイティさん、桜タワーありがとうございます。いや本当にやばい、もうあの日付感覚が なさすぎてやばいです。スマホに表示されてるの見てない。いや見てはいるんだけど、多分なんかそれをなんか脳が今日は27なんだ覚えとこうっていう風になってない。多分スーって感じ。早口言葉もう取った、撮りました。昨日撮って送ったんで、まあ、またいつかツイッターに載るんじゃないでしょうか。今ねスチューデンツの公式ツイッターの方でメンバーがなんか早口言葉にチャレンジしてそれが載ってるんですけど、何言ったっけな、なんかいろいろ用意されてて 6個ぐらい早口言葉が用意されてて、でその中から2個選んだんですけど、私はね何だったっけ、なんか学校急遽休校家で自習超集中超集力みたいなやつを言いました。これを早口言えますか皆さん。ちょっと合ってるか分かんないけど、学校を急遽休校、家で自習超集中超集力。ゆきちゃんもそう、でも練習した、今言えるかな、今は分かんないけど、その時は成功した。
学校急遽休校、家で自習、超集中、超集力。学校急遽休校、家で自習、超集中、超集力。イエイイエイ、任せてください。あと何だったかな、なんか合わないより、なんか愛あるのは、合うより今愛あるのは合わないで言う愛してるみたいな、これと合ってるか分かんないけど、なんかそういうやつも言いました。2個言った。なんか難しそうなやつもあったよね。なんか手洗いうがいじゃぞみたいな、なんとかじゃぞみたいなやつ、あれは結構難しそうでしたね。超集力ね、超集力を超集小力に変えて、え、無理でしょ。学校急遽休校、学校急遽休校、あ、学校急遽休校、家で自習、超集中、超集小力。意味ないでしょ。あんまり意味なかった。誰が考えるんだ。でもなんかこれはアナウンサーさんたちが最初にやったやつなんですよ、これ。この早口言葉、それは STU もやってるって感じ。ぜひぜひ出たら聞いてみてください。あ、日テレのアナウンサーさんが始めたやつらしいです。最近でもなんか家でやるチャレンジみたいないろいろありますよね。なんか結構見て感動するんですよ。なんかいろんな人たちが家でやってるの見て、今日めっちゃ感動したのが、なんか YouTube になんかミュージカル俳優さんたちがあのレミゼのあの民衆の歌をなんかみんなで歌ってみたみたいなやつを聞いてめっちゃ感動しました。なんか民衆の歌の歌詞がなんか今の状況に合ってるっていうか、なんかすごいなんか、あー好きやーなーこの歌ってなった。見た。それぞれの家で歌ってるの合成してる。そうです、そうです。見てみてください。すごい勇気もらいました。歌ってみて。私が戦う者の歌が聞こえるか、鼓動があのドラムと響き合えば新たに熱い命が始まる、明日が来た時そうさ明日が。急に声張るやん。ミュージカルとかできないんですけどね。すごい感動するんですよ民衆の歌。いた、唐突なレミゼ、ミュージカルはでも好き、見てて楽しい。いや今いいよ本当に、心が踊るもんミュージカル見てたら。すごいあの
一人でもできるし家で多分ね、何気に私は一番おすすめするよ。最近本当にもう暇すぎて、まあ、ツイッターでも言ったんだけど、もうずっとね踊ってみた、ニコニコとかの踊ってみたの動画をずっと見て、こうやってもう覚えようとしてる。ルカルカナイトフィーバーはね、なんか結構覚えれた、一番有名なのだと。うん、本当暇だからね。公演は忘れる。公演も踊るよ。僕声はね踊ってる。だから忘れてはないはずだと思うんだけどね、まだ。晴れ晴れ愉快、あ踊りたいな、なんか。晴れ晴れ愉快はなんか平野愛さんのツイッターでなんかタグができてて、全力晴れ晴れ愉快みたいな、ちょっと覚えたいですね。やっぱ踊るのが一番いいのかもね。クリスマスが不可能じゃないわ、明日また会うとき笑いながらハーミング、嬉しさを集めよう、簡単なんだよこんなの。アニメ見たことある、春日昔ね見てた、懐かしいね。捕まえてみてね、大きな夢、夢好きでしょ。だるまありがとうございます。うん、春日はね上の世代、そう自分の世代ではないかな、でもね全然わかる。あと最近はセーラームーン。なんか YouTube で今無料で公開してて、セーラームーンが1話から、それを見てます。めっちゃ可愛いの、セーラームーンの絵がもうね、ありえんぐらいね、なんかいちいち一コマ一コマが可愛い、もう色とかがすごい、なんかセーラームーン見てました。あ、そう、リメイクじゃない方の、かな。技のセリフは覚えてないな。うん、なんか最近はそういう系。月に変わって押し上げよ。あ、ドレミちゃん、ドレミちゃん懐かしいな。でも私ドレミちゃん見たことなかったよね、見てたはずなんだけどあんま覚えてない。歌だけはめっちゃ好き。大きな声でピリカピリラン、はしゃいで騒いで歌っちゃえ、パパママ先生神々おじさん、うるさいなんてね、かなんか大噴火。
そんな感じかな、最近は。もう変わらぬ日々を過ごしております。皆さんは何をやっているんだ。私はこんなにおうちタイムを過ごしているけど、皆さんの日々はどうですか。仕事か。なるほどね。仕事課題、それも大変や。でももう家にいるのもね、しんどいよ、ちょっと。飽きてきた。ね、テレビを買おうと思ってね、テレビがないんですよ。だからね、めっちゃ調べてて、なんかお母さんとかもなんか調べてくれてて、最近の小型とかだったら、なんか、まあ、小型でいいんですけど、全然なんか2万円以内とか全然いっぱいあったから、ここに置こうかなと思います。まあなぜここに置くかといったら台がこれしかないんですよ。だから、まあ、ショールームの場所も別のとこにしなきゃ。もうダメだし、なんか情報社会に置いていかれてる今。なんかネットがあるから別に今まではテレビなくてもいいって思ってたんだけど、なんやけどね、ちょっとこのここまで家にいるとなると、ちょっとね、いるなって思い始めてきた。そう、だからね、今お迎えしたいところでございます。まあ、テレビとティファールかな。ティファールお迎え予定じゃなかったけど、何見るの？まあね、個人的にはこう目覚ましテレビとか見たいんですよ。目覚ましテレビはね、私がもう昔から見てる番組なので、月曜から夜更かしとかイッテ Q とか、なんかそういう楽しみにしてる番組はあるから見たいんですけど、まああとね、あの STU の番組とか、広島でしか映んないやつとかも結構あるから、今日のワンコ楽しみよ、もちろん。買おうかなって思います。まあ金曜ロードショーとかもね、やってたら実況配信できるしね。早くお迎えしたいとこでありますが、まあちょっと部屋が汚いので汚いので部屋が、今再放送か総集編多いよね。再放送多いよね。でもさ、結構好きなんだけど再放送。なんかドラマとか昔のやつやってるの。面白い。
いや、私だってのぶたを初めて見たんだけど、その再放送でめっちゃ面白いじゃんと思ってびっくりした。なんか知れてよかったなって思いました。のぶたプロデュースね。見たことなかったんですよ。2005年放送。2005年か、生まれてはいるんだけどね。何歳だろう2005年。5歳ぐらいかな多分。そんなに覚えてないっていうか、面白かった。ごちゃいごちゃい。当時何見てた？5歳の時何見てた？もう私はね、あのプリキュアとキューティーハニーとセーラームーンを見てましたよ。もう本当に魔法少女系ばっか見てた。お母さんと一緒、お母さんと一緒も見てたかな。そう、女の子向けの番組を見てた。かわいいやろ。そんな感じ。顔がね、なんかね、あんまりなんかよろしくないね最近。なんかメイクの仕方もね、若干忘れつつあるよね。分からんくなってね、どうやってたっけと思って。今日カラコン入れてない。今日カラコン入れてない。今日はね、でもなんかね、なんかアイラインの引き方が多分間違えちゃった。痛い。いつもどうだったっけ。体幅良い。でもね、なんか寝すぎたりとかしてね、めっちゃ広がってる。こっちが、こっちは普通なんだけど。鬼のように寝てる。目パンパン。目はっきりしてる。マジ？じゃあ腫れてる方が逆にいいのかもしれない。寝すぎると広がる。そうなんですよ。マジでね、あのね、泣いたりとか
寝すぎたらめっちゃ広がるんですけど、大好きな人の MV 撮影の日がもうすっごいパンパンで、なんかもう ここら辺まで二重がもうブワーみたいな、すごくて、リップシーンの時はまだそうでもなかったかもしれないけど、ダンスシーンみたいな時がやばくて、もう終わってましたね。でもそんなにね、あのアップで映ってるわけじゃなかったから、まあまあまあって感じ。もうすごかったんですよ。なんかアイプチ、アイテープめっちゃ駆使したけど、もうそれでも全然。でもなんかその時の撮影は全部ドローンとかだったから、なんかもうめっちゃ向こうからみたいなとかだったんで全然大丈夫でした。なんか夕日を映しますみたいなとか、そんなんだったので、甲板とかで、うん、全然マシでしたね。STU はめっちゃドローンです。多分5枚目もどんな感じか知らないけど、外で撮るんでしょうね。まあもうそれだけは分かる、絶対外だろうなって。寒いかな、寒くなければいいな、でも暑いのも嫌だなって感じ。シティは踊ってる時誰が誰だか分からないイメージ。もう風がね吹雪いてるから、いつも寒いってことはないんじゃない、まあもうないかな、うん、大好きな人が一番ちょうど良い感じだったけどな、気温的には。もう無謀は本当に死んでました。足が凍傷になるかと思った。でもなんか1期生の人に聞いたら、みんなペダルの方が寒いって言ってるから、多分ペダルは本気でやばかったんだろうなって思います。風持つはなんか寒い時期に撮ったけど、めっちゃ暑かったんですよね、階段ダッシュしてたから。確かにペダルは寒そう。漕いで回った車輪下にカイロ入れてる。なんかでも寒い日の撮影の時は靴とかにカイロ入れてるかも。私はね、靴、足っていうかくるぶしがねめっちゃ冷える人なんですよ。でなんかこう足の先っていうよりはくるぶしがあったかければいいみたいな感じで、で無謀な夢を覚めることがないの靴は結構くるぶしが隠れる靴だったんで、なんかオリーブ園とかで撮影する靴履く日はくるぶしにカイロ貼ってました。あ、くるぶしじゃない、足首か。あ、でもくるぶし、うん、くるぶしですかね。めっちゃ冷えるんですよ。
あ、でもね、あのその時の撮影の様子がね、あの STU のレポート、公式のレポートに上がってるんで、ぜひぜひ見てみてください。公式ホームページのレポートっていうところに MV 撮影のメイキング載ってたんで。なんか私も気づいたら更新されてて、あって思って読んだんですけど、読んでみてください。うでもこんなに寝てるのに。そう、たまにね結構更新されてます、あのレポート。最近でもね、もうずっと舞ちゃんと電話しながら夜過ごしてました。12時、だいたい1時ぐらいから電話してます。うん、朝まで3日4日ぐらいずっと続いてます。なんかでもだいたい寝るんですけど、なんか寝てる時も来てほしくないんですよ、私。人の気配が、なんかすごい人の気配を聞きながら動物の森をするのがなんか結構好きで、なんか寝るって言われても切らないでって言って切らずに寝てみたいな感じで、なんかそのガサガサ音を聞きながらそうやってます。今日はまあ寝てたのも合わせてで、なんか7時間ぐらい。でも結構なんか電波の影響とかで切れるんですよ、なんか勝手に。だからなんか1時間半、1時間半、2時間半、7時間みたいな。だから多分10時間以上は電話してたのかな。うん、もう私の最近の唯一の楽しみもそれなんですよ電話することぐらい。いやー、人となんかこうレスポンスが返ってこないじゃないですか。ショールームはなんかコメントで返してくれてるけど、こうなんかなんだろう、こう返ってこないで、1対1の会話がないじゃないですか、こう私対大勢みたいな。だからなんかこう演説みたいな感じじゃないですか、まあ言うなれば生徒会長みたいな私がそう、私は生徒会長じゃなく面談を欲してて今いや皆さんも面談しましょうよ Siri がいるじゃん。 Siri なんてもうすいません、よくわかりませんしか言わないから。生徒会長っぽい。でも生徒会長っぽくはなくない？どっちかって言ったらなんか初期とかのイメージ、私の顔どういうイメージって感じかもしれないけど、風紀委員長感ある。風紀委員長は違うよ。風紀委員長はだってあの漫画とかアニメで言ったら厳しい系だからねどっちかって言ったらね、なんか
なんか図書委員とかね、わかんない、自分の顔がわからんけど。初期っぽい。あ、じゃあ初期ですね。初期のキポ、初期のキポラー。急に。なんか、なんかね、かぐや様を告らせたいっていうアニメが、その生徒会の話なんですけどね、なんかちょ、今 TikTok とかでも流行ってるんですけど、その初期のね、あのちかちゃんっていうキャラクターが、歌を出してて、その歌の歌詞がじゃ今のなんですよ。そうそうそう、結構ね、なんかね、あの TikTok でその踊りが流行ってて、そう、どんなの、どんなの、どんなの書いて。急にギャグを生み出したのかと思った。違いますよ、違います、違います。なんか周知因果クイーン、周知の事実、みんな憧れの生徒会、ポク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 、会長とかぐやさん、石神くんと初期のちか、ゴールデンメンバーと思いませんか、初期の時間、初期の時間、ラーっていう、こういう感じなんですよ。聞いてみてください。乱れた国で生きる私たち、誰もが本音隠してるけど、なんだっけ、歌詞忘れちゃった。気になった方ぜひ。あ、そう、乃木坂の松村さゆりさんとかも踊ってる動画ありますね、出してますね。いやー、 TikTok ね、なんか TikTok のアプリをログイン、もうね、あの一回ね、アンインストールしたんですけど、もうアンインストールしちゃったんですけどね、TikTok ね、流行ってますよね最近ね。 TikTok のできる人のすごいところは、自分でなんか編集、なんかこうエフェクトの編集をできるのがめっちゃすごいなと思って、あれめっちゃ難しいんですよ。一回やってみたんですけど、なんかボワン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 みたいな、なんか揺らしたりとか分身したりとか、それをさ、音ハメするのってなかなか技術がいると思うんですけど、すっごいですね。
こんなに長く流行ると思わんかったね。なんか自分らの時同じようなアプリ、高校生か中学生ぐらいの時流行ってたんですけど、なんかミックスチャンネルみたいなアプリが流行って、その時双子ダンスというものがめちゃくちゃ流行ったんですけど、なんかそれを思い出しましたね。ミクちゃん、なんかめっちゃ流行ってて、なんか2人でここにね、もう1人いて、こうやってなんか2人でダンスするのが流行ってたんですよ。バイン懐かしい。6秒ね。バインってもうあれはまだあるのか。バイン懐かしい、みんなやってた中学生の時。バインってバインってバインしか言わないけど、やってたわ。いやもうないんだ。あそうなんだ。あめっちゃ流行ってたよ。なんか友達とかにカメラ向けられてバインみたいな、もうバインしか言わないけどね大関麗華さんねめっちゃ好きだった。あの6秒しか撮影できない動画でね、なんかみんな6秒に命かけてたねアイーンじゃないバイーンいや懐かしい。バイーンバインって言えなくなっちゃったもん。バインって言っちゃうわ。なんかすごいもんが流行ってたんだな。なんかでも今の中学生とかはなんかあれですね、もういきなりこういろんなアプリがある時代だから、もうあれなんでしょうね、もう何も教わらなくても使いこなせるんでしょうね。すごいな。ついていけないぜ。でも置いていかれたくない、流行りに。おばあちゃんになってもなんか流行りについていきたいなTikTok とかTikTok おばあちゃんになっても孫と理解できるおばあちゃんになれたら理想ばあちゃん iPhone 使ってんのみたいな、じゃなくて、もうなんかすごい何が流行るんだろう最近ね、私のおばあちゃんがね LINE 始めたんですよ。そうおばあちゃんがねスマホデビューして、そのガラケーが2020年に対応してなかったから、とうとうスマホデビューしたんですよ。で LINE 始めて今友達になったんですよ。でね、あのなんか私結構こう一言で終わらせた後にスタンプ送るんですよ、割と誰にでも。だからなんかありがとうって言って、なんか私がよく使ってるね、なんか鶏のなんか鶏がなんかちぎるからって言ってるスタンプがあるんですよ。私特に意味もなくよく使うんですよね、そのちぎるからとかに意味もなく。だからそれをスタンプパッと押したら、なんかそのスタンプの意味はどういう意味ですかって来て意味はないですみたいな、ちょっとなんか意味はないのに そのスタンプを使うんですかみたいな言われて、はいって言ったらなんかすごいマジレスされて、まあ確かに私も意味の分かんないスタンプを使ってしまったからそうマジレスされた。丁寧語、あでもなんかおばあちゃんメールだと割と丁寧語でも、お母さんとかもなんかそうかも、なんとかしてくださいみたいな、なんか家族間の LINE のなんか報告するときって丁寧語あるあるうん、
ばあちゃん知らない知らない、いや多分知ってないと思うな、うん、LINE ぐらいじゃないですかね多分ね。これね、おばあちゃんがね送ってきてくれたカーテン、カーテンが届いたんですよ。おばあちゃん家のカーテンと一緒なんですよこれ緑色。うん、花柄、花柄ですね。いや前のカーテンが緑だったから緑以外のカーテンを買おうと思ってたんだけど、おばあちゃんがカーテンを送るって言ったから買わなくていいやと思ったら緑のカーテンが届いたあり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 。でもねもう一個なんか窓があって、うん、ちっちゃめの窓なんですよ。だからそこにカーテンつけようかなと思ったんですけども、このここのカーテンが緑ならもう必然的にもう一個の窓もいや緑になるなーと思ってうん、合わせなくてもいいのかな、どうなんだろう。まあ自分が住むから自分の好きにしろって感じなんですけど、まあでも慣れました。なんかすごいいい感じのカーテンです。金運良くなる、あそうなんですね。でも確かに緑のカーテンはなんか落ち着きますね、すごいなんか目に優しい、いい感じです、うん、安らぎ当たってるなんかついてる。風水やったことある？いややったことないのよ。てか自分ねなんかこうもう本当に基礎のことわからんで申し訳ないけど、北枕とかもちょっとよく分かってないんよね。北向きに枕置いたらダメってことなのかなみたいななんかでも自分の方角が分かんないのそう、あ、北枕がいいの？あ、そうなんだ。なんかここにこれを置いたらいいみたいな。方角のアプリあるでしょ？あるんだけどさ、あれでさもうなんか北ぴったりみたいな人いなくない？なんかこれどっちの方角なんだろうみたいな、私そんなんばっかりなんだけど、ここの方角ってなんかどこみたいなあ、北だからダメなのよ。あ、もうすごいなるほど。いや、わかんなくてね、うん、何も気にせず生きてる。いやーでもなー、なんかここまでお家にいると本当になんか自分の住みやすいようにどん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 なっていくから、もうね綺麗とは程遠いっていうか部屋が。うん、住み心地はめっちゃいいんだけどね。ただなんか綺麗じゃないとまたそれはそれでテンション上がらないからね。いやー片付けようかなって感じなんだけども、踊れないのよ、練習できなくて全然今の状況うん、なんかもう妹とかでさメンバーやってくれないかなと思うもん
インモステレビとかでさ、なんかおきちゃんの部屋を片付けるタイみたいな作ってくれないかなってめっちゃ思うんだけど、でも放送してほしくはないっていう、うん、私なんか仕事にでもならないと片付かない気がする。一時はね片付くけどね、またすぐにねって感じで、めっちゃ人に頼りますよ、うん、変なもん出てこない。いや多分まだ出てこないと思うよ、まあ、まだっていう段階なんだけど、うん、なんか匠とか来てほしいなんということでしょうって、なんかすごい片付けの匠とか来てほしい、リフォームしなくていいから。トゥルトゥンタ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 ン、そんなに上がってるの、うん、まあまあ割と割と散らかってる。どこ見てるの？遠く遥か遠く。朗読いつするの？あ、めっちゃ練習してるの。もうなんかショールームでやってもいいし、なんか YouTube でやってもいいしって言われて、なんかどっちにしようか迷ってる感じ。最初だからなんかちょっと日本昔話にしようかなって思ってるところ。ですネズミの嫁入りかなとか思ったり、自分的にはなんか一番簡単そうなやつからいこうかな。って感じですね。だん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 なんかちょっと長編とかになったらいいかなって思います。最近本読んでる。あ、でもね、なんかプレゼントが届いたんですよ。したらね、あの古事記が届いててね、古事記読んでる最近ね、なんか古事記が届いた、読んだことなくてね。そう、古事記届いたんですよ自分わかんない、なんでなんだろうと思って。うん、学校とかでも習ったことなかったから今読んでる。でも全然ね理解できないの誰か先生欲しいわ。難しくてね、うん、万葉集とか届きそう。あー、万葉集ね、私解説してくれる人いないと分かんないかもしれないって感じですね。もう最近の古事記届きました結構ね、自分なんか他の人漫画とか届くんだけど、私は結構、まあ、小説が好きなのもあって小説が届く割合が多いですね、本的にはね。うん、かな、まあ、そんなにこう全体的に見たらこう 書物をプレゼントする人はそんなにはいないんだけど、うん、小説か古事記か、なんか料理本とか、あとなんか雑誌とかも届きます。
料理本も届きますね。いやなんかみんな鬼滅の刃とかさ届いてるのに私古事記届いたからさ。いやびっくりした、なんかみんなさ鬼滅の刃プレゼントで届いたんよみたいな話しててさ、なんか鬼滅の刃ね私は古事記やけどねみたいな。すごくない？強そうやない？え、でもなんか勉強になります。うん、学生の時ね勉強しなかったからね古事記については。そろそろなんか聖書とか届くんじゃないかなと思ったり。一回ハリーポッターをね届いたことがあってね、すごい分厚かったの。私図書館でしか読んだことなかったからさ、ハリーポッター。うん、いやでもハリーポッターはね好きなんだよね、嬉しかったですね。なんかこんな綺麗なハリーポッターの本を見たことないって思って、いつもさ学校とかだったらさなんか学校のハンコとか押してあったりとか、なんかすごい借りられて結構汚れてるじゃないですか、ハリーポッターとかみんな借りるから。もう真っさらなハリーポッター。綺麗でした。こんな感じかな。まあ、読書しましょう。私もう、私のおすすめはね、まあもちろんね、これは一番好き。これ実家にもあるのにさ、これね、STU の未来航路でね、これを写真撮ろうと思ってねもう一回買ったのよ広島で。だからこれ2冊持ってる、同じ話。かつねスタッフさんが用意してくださっててね、この本をね自分で買って持ってったら3冊持ってるの、この本おすすめです。これは面白い。とはね何読んでるかな。あ、でも浅野敦子先生、透き通った風が吹いて、これは2年か1年半前ぐらいに買った本です。結構ねなんかそんなにページ数がないんですよ、これ読みやすい。有名な先生だったら赤川次郎で、これ短編集、うん、感じですかね。歯医者たちの季節が好きですね、あれ面白いよね、自分も好きやわ。表紙がめっちゃかっこいい。ぜひぜひ読書しましょう。まあ、私も全然ね最近は古事記しか読んでないんやけど。いやみたいだからですね、まあ、最近もおっぱらアニメと古事記だな。じゃあそろそろ終わろうかな。古事記何ページあるの？いやもうすごいよ、もう結構あるよ。
まあでもね、大きさ的にはね、このこんぐらいの大きさなんですよ。そんなに分厚いってわけではないけど、文字数が多かった。じゃあ読みます、ランキング読みます。13位が TM マンさん、12位がリカチさん、11位がハルさん、10位がマッカさん、9位がヒナ、8位がタロウさん、7位がトニさん、6位がコバチャさん、5位がトートーさん、4位がイチヒサさんでした。13位から家までの皆さん、ありがとうございました。そして3位が東京特許許可局局長さん2位がウサさん、1位がローキーティーさんでした。ローキーティーさん、桜タワーありがとうございました。これありがとうございました。今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい消します。バイバイ。